そんなわけで今日も始まりました佐藤ジュリアの日曜クラブです。はい、これもう見ていただけたらわかると思うんですけど、今日はうなまるさんと2人で、はい、させていただくことになったんですけども、はい、なんと、はい、佐藤ジュリア特集第2弾ということで、はい、私の特集またもうやってしまいましたね。なんかあの視聴者の皆さんがですね、私の特集が意外と面白かったということを言っていただきましてですね、ありがたいことに再生数もすごかったんですよ、うん、この2期になってからトップかな、9000超え1万近く行ってて、ありがたいことに佐藤ジュリア特集の第1弾が、まあ、いただいたということで、うん、あのエセ花粉症発覚からの、うん、何あの、うん、ゲーセンでスポーンのゲームやってたりだとか、うんうんうん、あのジリオンがどうとか、そういう回でしょ。私のオタクっぷりな話をしてた時です ね、はい。でですね、まあ、そういうのもあって半年、ちょうど半年前だったので、はいはいはい、半年経ったということで、うん、まあ、ぼちぼちそういうお声もいただいたのもあるので、はいはい、もう一回やってもいいかなということで、うんうん、でまあ、それはやっぱり私のことを突っ込める人というのは、まあ、うなまるさんしかいないので、はい、うなまるさんに MC をしていただいて、はい、今日はまったり1時間、はい、佐藤ジュリアとうなまるの酒飲みトーク的な居酒屋トーク的な感じをする回もたまにはあっていいんじゃないかなと、うん、思いましてさせていただくことになります。よろしくお願いします。いやいやいや、これあれなんでね、うん、裏で東京ゲームショー、ね、負けないぞゲームショーに挙行されとるんでね、これね。そう、今日視聴者さんあのなんだいつもお名前がこの横に出てくるチャッターさんがもうほぼいないみたいな皆無な、まあ、だいたいあの皆さんゲームショー行ってるんじゃないかな。やめて帰ってきて、ゲームショーから帰ってきて。すごいぜ東京ゲームショー。私もでも行きたいもんあれなんだよ、うん、ほら最近さ、はい、ゲームの市場のさ、はい、半分くらいが、うん、どちらかっていうとあの、まあ、課金型のねスマホとかのゲームになってて、でシェアが大体 50% なんですよ今。あ、そんなあるんですか。うん、だからそれこそ何あのコンシューマー機、うん、コンシューマー機が半分で、うん、残りの半分が、うん、オンラインゲームなんですよ。あ、オンラインね、今も FF14 みんな周りやってる人いるわ、うん、でしかもほらあの、うん、今回のゲームショーの目玉ってさ、それこそあのプレステ4、はい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 、あのプレステ4が、うん、あの正式にねあの実機が、うん、ソニーさんのブースで出ているらしいというところと、うんうん、あと、モンハン4ね。あ、モンハンね、みんなやってるよ。うん、あのツイッターのタイムラインにもみんな買ってる話ばっかしてて、私もこの間ね、まあ、ちょっと友達がモンハン4やってて、私 DS は初期の DS しか持ってないので、うんうん、あれって 3DS じゃないですか。そうですね、今出てるやつでもうか、まあ、そのうち買おうと思っててずっと、うん、ちょっと欲しいゲームももうすぐ出るのでと思って、うん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 、で、まあ、待ってたけどモンハンをやるかやる前からすごい悩んでて、なんとね、うん、でやらせてもらったんですよ実は、その友達にね。 あ、本当ですか。そしたら5分で飽きてまたあのね、私ダメなんですよハイゲーマーだから多分。わかる、うん、あれでしょ、あの麻薬のさ、うん、抗生セラピーみたいなもんでやると泥沼だから、うん、一切やらないっていう方がいいんじゃないかって思うじゃないの、うん。でね、僕もモンハン4ね買ってないんですよ、うん、一切買ってないの。いや私ね、PSP の時セカンドとかセカンド G とかかね、はい、その時に、うん、まあ、まあ周りにね、もうジュリはめちゃめちゃゲームするんだし、うん、ゲーマーなんだから一緒にやりたいと、うん、楽しいだろうから、うん、やろうよってすごい誘われて、うん、PSP とモンハン3買ったんですよ当時。あ、僕も買ったわ2年前ぐらいかなあれ。いやいやいや、1年ぐらい前。 もっと前。え、でも私東京来てからだから2年前ぐらい。え、それはトライでしょ、3でしょ。あ、そうか、3、あのあ PSP のね、はいはいはい。でまあはいじゃないですかぶっちゃけ、うんうん、わかりますよ。めっちゃやり込んで、はい、そしたらもうすぐハンターランク4ぐらいまで行っちゃって、もう友達優に抜かしてだいぶ後から始めたのに、うんうん、でもうなんだろう、もう作業ゲーになっちゃって途中で、まあね、飽きて売っちゃったんですよ。
うん、っていうのがあったから今回の本をどうしようかすごい迷ってて、どうせ私のことだから飽きるだろうなと思っててやらせてもらったら5分で飽きちゃって、もうごめん飽きたって言ってあのねダメなんですよ、はい、だからあのゲーマーって FF11 ずっとオープンからやってた、まあ、ね、言うてますね、すごいハイなことしてて、うん、だんだん突き詰めていくと結局ゲームって作業になるじゃないですか。そうね、結局はね、結局は作業なんだけど、うんうんうん、その作業になるまでのスパンっていうのがいろいろあって、わかるわ、あの作業になっても苦にならないスパンが FF11 とかだったんですよ。作業だけどやらなきゃ的な、うん、でもやっぱモンハンはいや面白いと思うんですよ、面白いと思うんだけど、うん、あの切って逃げて切って逃げての繰り返しなんで、それはね、うん、分かってない。なになに？モンハンはね、うん、違うんだよ。何？あれは、うん、モンスターハンターって、うん、ハンターなわけでしょ、うん、ね、うん、ゲームの世界だとハンターという職業なんだよね。職業職業。私ちなみに PS の一番最初の無印の時やりましたね。あの FF11 が出たすぐぐらいにネットゲーでまたモンハン PS、うん、でしょ、やってたやつ。でさ、あれやったけどね。仕事だからさ、うん、ルーチンワークを続けないといけないんで仕事って基本。それと、それとあともう一つ大切なのはマックジョブっていうのがある。何？要は、うん、あの管理側が、うん、あれやこれやこういう感じでやると、うん、マックの売り上げが伸びるかなっていうふうに考えて、うん、でそれをあのマニュアル化して、うん、店員さんにこれやってねってマニュアルを各店舗とかに配るわけでしょ、うん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 、だからマックジョブって考えずに右から左にずーっとやってればそうなるというシステムなんですよ。あるあるある。だからモンハンもそうだっつうの。えモンハンでさ、いや私本当面白いと思うんだけど、うん、あのゲーマーだから、うん、みんな何にそんなハマってるんだろう。だから職業だから職業はハマるとかじゃないでしょ、まあ、あれだわ、もう私ねリアルでいっぱいいっぱいだからゲームにまでもうダメだわでリアルに職業リアルでいっぱいいっぱいだからもうだからモンハンの魅力っていうのは、うん、そのモンスターハンターはモンスターを、うん、買って、うん、売って、それで生計を立てる人たちのお仕事のゲームなんだよ。ああ、うんうんうん、ね、だからハマるとかではなく、うん、作業仕事だから。まあ私ダメです、あのリアルで精一杯なのでやっぱりダメでした。だからモンハンにハマるっつうのは、うん、あれだよね。うん、こうまあ言うたらあの副業。副業？副業。ないしは動物の森に近い、二重生活、うん、もう私ダメだわリアルでもう精一杯だから、うん、副業とか二重生活できるほど余裕がないですそうなんだよあだから、うん、だから、うん、モンハンのセカンドとセカンド G は、うんうん、僕買ったんですよ、うんうんうん、で買って、うん、まあハマってですね、うん、セカンド G に至っては、うん、まあこれもまあね緩い側なんだけれども、うん、まあなんていうのかな、プレイ時間が1000時間と、はい、まあ、要はあれだ、今の話を総合するとモンハンが流行ってるっていうのは、うん、みんな平和だってことだね。平和だよそういうことだよ。そういうことだよ。みんなあのリアルの世界もねそれなりに充実してるから二重生活できるぐらいの時間があってハマれるってことだね。そう、羨ましい。その二重生活中なんか、二重生活中なんかすごいんだぞ、うん、僕あの、うん、ディアブロス狩りの名手だったんだから。あ、もうディアブロス、ちょっと待って、あのさ、のっけからこの話してるけどさ、うん、自己紹介とかしてないねおいっかいっかな。ちょっとずつゲストさんが増えてきてます、はい、ありがとうございます。よかった、あのログインしていただいて名前で一緒にチャットしながら今日のあの酒飲みおっさんトーク2人みたいなのをね聞いていただければなと思ってるんですけど、1時間、うん、1時間謎の雑談を繰り返すという、今日はねもうそういうまったりな会にしようと思って、はい、佐藤ジュリア特集なので私のオタクっぷりをいろいろと露呈していく感じになってるんですけど、はい、まあいっかこのまま続けて告知とかしときます。さっき告知、うん、告知なんですけれども、今月結構私メディアに出させていただく機会が増えててですね、はい、この後
はい、この後ですよ。え、この鳥の後ですか。この鳥の後、19時半から、うん、これは100万円争奪ドリームプロジェクトゴング賞という、はい、ゴング賞が毎月あるんですけど、はい、そこでね審査員させていただいてまして、毎月あ、ここですね、流行違う、流行学園さんじゃないんだよ。へえ、またなんかいろんなお仕事されてる。要は毎月ゴング賞やってて、うん、優勝した人が、その月優勝した人が側近で10万円っていう。いいな、私も行きたい。いや、もう全然出ていいですよ。何するんですか。3分間でなんかやる、まあ例えば歌うもよし、うんうん、お笑い芸人の人たちだったらネタ見せもよし、うんうん、なんかそのフリップ小話をやるもよし、うんうん、とかで、で優勝したら10万円。どんな方が優勝されてるんですかそれ。ね、これ名前言っちゃっていいのかな。おかゆ太郎さんとか。どんなことされたんですか。おかゆ太郎さんってあれだよ、渡辺ら王ってわかる。自称剣王みたいな。あのテレビで見たことあります。そう、お笑いの方ですよね。そう、何、一気に牛乳を20本飲み尽くしてくれるわーみたいなのをずっとやってる人が優勝してみたりとか、あとは歌手の方も優勝とかしてんのかな。あ、そうなんですね、うん、あ、じゃあなんかちょっと10万円もらいに行きたい。全然でそれで優勝すると10万円なの、うんうん、めっちゃいいじゃないですかね。で優勝する人とした人と準優勝の方は、うん、いつ来年か、うん、年間のファイナルを決めるんですよ、はい、うん、要は、ね、年間のグランプリを決めるのに出場権が与えられて、うん、でそこに出て優勝したら100万円、へえ、めっちゃいいですね。でなんかね、毎月毎月ね、うん、レギュラー審査員みたいになっちゃってて、はい、こうハリスナオさん的な立場になっててですね、ちょっと一回行きたいですね。ちょっとなんかネタを持って行きたいです。こうさらっとこうツッコミをしてるとするので、まあ、審査員ということでこの後出てます、はい、あとなんだろうな、流行学園さん周りはね、相変わらずなんです。萌えのアングルオン TV なんかもやっておりまして、うんうん、次回の放送ね、実はちょっとお休みなんだね、はい、あ、そうなんですか。初めてじゃないですか、お休みになるの。初めてお休みになります。ただし、うん、煽り番組を私が20分間やる。己がやるんかいみたいな。己がやります。で、いつも一緒にやってるのがナナミアクアっていうね、うん、レイヤーの女の子がいるんですけど、うん、その子が電話で出る。へー。でそれで10月の放送が初の1時間弱で、うん、スペシャル的な萌え案をやりましょうという、これが第2第4土曜日の22時から流行学園 .tv さんでさせていただいております。あとはそれ関係が非常に多い、まあ、流行学園さん水曜日22時、キュリアスっていうアーティストがいてですね、はい、はい、まあ、ジュリアさんも知ってると思いますが、はい、そのキュリアスっていう、まあ、赤坂ブリッツとかでライブやってるんですけど彼ら、うん、が、そこのとこどうなのっていうトーク番組をやっていて、うんうん、でそこに、1周年記念ということで、うん、ゲストでお呼ばれしてたりとかしてます。流行学園 .tv の、うん、まあ、MC 陣、まあ、準レギュラーは除いてね、はい、MC 陣の中で、強力なやつ、うん、強力な MC 陣2人呼ぶっていうのが今回の企画のようでございまして、うん、地味にお呼ばれをしているのが、これ言っちゃっていいのかな、まず僕でしょ、うん、僕とあとジョーゼットの千葉ちゃん、はいはいはい、ジョーゼットっていうお笑い芸人がいて、まあ、そこのあの千葉ドラゴンっていうのがですね、うん、の、まあ、2人が、まあ、流行学園、うん、MC 陣の一応まあ2トップということで出させていただいたりとか、うん、などなどということになっております。そうですので、はい、ぜひぜひ見てください。ぜひぜひね。ただ、まあ、ちなみに私もその流行学園さんの方でリチドックさんっていうお笑い芸人さんの準レギュラーの番組出てたりとかね、この間昨日、ん、一昨日金曜日、ん、フェス、流行学園ドットフェスっていうので、ね、私も総合司会させていただいたりで、はい、そのうちね、その説お疲れ様です。ありがとうございます。もうおかげさまでですね、喉がやばいんですよ、うん、もうね、最近しゃべりすぎ、うん、多分ね、うん、今日もなんかね、ちょっと喉の調子が微妙なんですけど、まあその辺でいろいろさせていただいたりとか、よかったらブログを見ていただければいいかななんて思ってるんですけどね。あのね、流行が、うん、その留学フェスの後さ、うん、みんな大体ほら翌日も仕事あるとかで皆さんお帰りになるんだけども、私も帰っちゃったんですよね、打ち上げ出ないで、うん、もう総合司会で申し訳なかったんですけどね、ちょっとあの打ち上げね、
朝の7時までやってたの元気。いやでも最初はあそこのプロデューサーの方に、私ちょっと仕事が朝早いんで帰らせてもらいますってら、昼までやってるからとか言われて、え昼までやってるんですかみたいな。多分新宿で飲んでると思うんで、連絡くれたら来てくれたらいいよ。 あそこで飲んだ、あのね新大久保にいた。あそうなんですね、はい、昼までやってるのと思って12時間ぐらい飲んでるのと思いながら、そう行かなかったんですね。あのあと5時くらいに居酒屋出てですね、その後カラオケボックス行って2時間くらい歌ってたんですけどいやー疲れる。当たり前ですよ。ちょうどだって、まあ、4時間の生放送でやってたんですけど、結局私も総合司会だっていうので、前からねリハからやって、結局8時間か9時間ぐらい拘束の番組だったんで、うん、ずっと喋りっぱだし、あれなのにみんな元気ですね。いやー朝の6時に、明け方6時に老人形の館を歌ったんですけど、世紀末ね、疲れるね。当たり前ですよ、みんなおかしいですよ本当。お前を老人形にしてやろうかって朝の6時に言ってるっていう。私もでも本当にそれでその長丁場やったじゃないですか、うんうん、で朝早くからちょっと昨日ですね、あのいろんな仕事だったり、まあ、半分プライベートだったり、なんかもうめちゃめちゃ移動したり、昨日も大変で今日に至ってて、まあ、明日はゆっくりしようかなと思ってるんですけどね。もう声ガッサガサだし、すごい、なんかその元気だわ。10代の女の子とかも出てて、うん、鍋本ほのかちゃんというね、ほのかちゃんね、そう天才テレビくんでいろいろやってた子とかが17歳の女の子出てて、でそのファンの方とかがね結構見に来ていらっしゃってたんですよ、うん、でそれで放送が終わっていろいろ後片付けして、うん、いやいややっと落ち着きましたお疲れ様ですって言ってくつろいだ時に、うんまあ、そのファンの方とかがですね、うなまるが下ネタをね、うん、17歳の女の子に言うんじゃないのかということで、下ネタとかそりゃそうですよ。もうあるわけだよ、モデルの女の子のファンとかにさ、うなまるが何をしでかすかわからない、何を言いよるかわかんないということで、ですよ本当に。あれは下ネタではないんだよね、基本ナチュラルだからね、あれぐらい基本私は下ネタはナチュラルなんですよきっとねそういうことですよ。そうでしょ、そうでしょ、そう、それはもう普通の言葉なんでしょ、下のところに入ってないってことですよね。そう、あーもうダメだ、もうダメだ。だから普通の単語を並べる中において、普通の単語を並べる中において下ネタだって思ってしまう視聴者の方や他のスタッフやね、他の共演者陣がエロいだけであって、私は何にも悪くないんだよね。いやだから あれぐらいじゃ下ネタのうちに入んないって話でしょ。そう、もう下ネタやめようよマジで。だ下ネタではないもん僕のは。あれも下ネタのうちに入れてもらって日曜クラブでも禁止する。だってねこれ載せていいのかな、あんまりちょっと具体的な話はしないけど、この今ね番組始まる前にちょっと私昨日ツイートしてた話があってね、ツイッターで、まあ、ちょっと下っていうかあんまり よろしくない話なんだけど、そのみんな乗っかってもうカメラマンプロデューサーの田中さんも一緒になってすごい興味津々で、ツイッターに書いたから、まあいやもう もう情報を出しちゃったものはしょうがないんですよ。いや昨日ね帰り道に帰ってたら、ビルとビルの隙間で、うんまあ、若い20半ばぐらいの男の人が、うん、一人でなさっててそれはあれでしょ、自家発電されてらっしゃって訓練をしてたんでしょ一人で。分かんないですけど自主練をしてたわけ。自主練をしてらっしゃって、自主練してたんだ。でなんか声かけてきて、うんまあ、近寄っても来なかったし、多分私とかの姿を見てすぐにあってなったのか分かんないですけど、うん、もうすぐなんかもう谷間に入ってらっしゃったんですけど、うん、そういう事件が起きたっていうのを結構ツイートしてて、うん、でその話をねこの番組始まる前にお二方にしてたら、うん、なんかいろんなそっから話が広がってって、なんか何ですかいろいろあるんだよみたいなね、男はっていう話をされて。いやだからその男はね、もうやだまた下ネタになっちゃった。男はなんかそういう場になぜか遭遇しないんですよねっていう話をしてた。そう私結構そういう場に見るし、うん、別に私直接じゃなくても
すごい公共のところで自主訓練なさってる方を目撃することもあるので、さっきもちょっと話したんだけど、こっちで言う山手線みたいな、うん、環状のね、そう、環状になってる大阪に環状線っていう、うん、まあ、こっちで言う山手線みたいなところあるんですけど、うんうん、そこのそのなんていうの、横並びのシート、あ、まあまあ、で電車の中の普通のシート、普通のシートでシート、ね、うん、ちょっとなさり始めた方を見たりとか、もう車内騒然みたいなね、うん、前の女子高生とかへーってなっちゃって、あれだよね、陸上自衛隊がさ、毎年あれじゃん、8月にさ、うん、富士の演習場でさ、うん、総合火力演習ってやってんじゃん、わかんないけど、うん、だから陸上自衛隊が、うん、富士のね、うん、富士山の、麓に、うん、共同団って言って、うん、要は何だろう、その戦術とか、うん、その戦略とかを、うん、教えていくね、うん、そういう部隊があるんですよ、共同隊、うん、共同団っていうのがあって、うん、でそれで毎年8月にそこで総合火力演習って言って、うん、陸上自衛隊はこういう兵器を持っていて、うん、こういうミサイルとか撃てて、うん、こういう感じで作戦をするんだよっていうのを、うんうん、いろんな方にこう見ていただく会が毎年あるのよ、うん、で、まあ、すごい人気で、それだからすごい人気でさ、毎年その総火炎目的に富士のそこまでね行く人とかいて、で僕の知り合い の業界の関係者とかさ、うん、DJ さんとかも総火炎が好きだからっつって毎年総火炎に仕事の予定もそこだけ調整して行く人とかいるの、わざわざ、うんうん、でそれで現場で会うでしょ、うん、でいや宇奈丸さんこの前の総火炎すごかったっすよみたいな話になって、うんうんうん、いやでもそれはいいじゃん、見に行きたくて見てるんだもん、だからそれじゃないかなと思う、総火炎それ見せたいだけは犯罪じゃん、しかも、うん、そう見に行きたい、だからもうそうだったらそういうとこ作ればいいんだよ、見たい人が、だそういう場所ある、見たい、ん？見せたい人が見てくださいっていう、なんかそういう公共の場を作ればいい、いやだから そういうのある、そこに行ってください、もう見せたい人はここに訴えても仕方ないんだけど、画面の前の皆さんの中にいるみたいな言い方になっちゃったけど、そういう人はそういう現場に行って見せてください、私昨日はまあ大丈夫だったけど結構本気で戦えるタイプなので、何か自分の身に危険がなったら全力で戦いに行けるタイプなので、私にあんまりそういうことしたら大変なことになる、何その環太平洋合同演習できますみたいなノリやめてもらえませんか、いや本当にそれもツイッターに書いたんだけど、昔トイレで痴漢にあった時にトイレの中でボッコボコに痴漢したことがあって、私ヤンキーとかじゃないですよ、ヤンキーとかじゃないけど、はい、一回ボッコボコにしたことがあって、はい、でまあ気が済んで出てったら、その時お付き合いしてた男の人がね、まあ、外で待ってた、はい、そのトイレを終わるのね、どうしたん？えらい暴れてたなみたいな話になって、いやちょっと中で痴漢があってたらその人もこうなんか戦いに行っちゃってちょっと惨状になったことがあるんですよ、現場が、だあれだよ、ジュリアさんさ、その私本当ヤンキーじゃないですよ、本当にジュリアさんあれだね、その実生活がモンスターハンターみたいだからね、だからゲームまでハンターする必要ないってことでしょ、ちょっとうまくまとめられちゃった、今すごいつなぎだった、今おすごいね、さすが宇奈丸さん、ありがとうございます、そうだね、そういうことだ、そういうことでしょ、私リアルで、そうだ、体験この間もそうだね、そうだわ、私結構最近友達に結構ね、二次元にハマってる友達が多くて、はい、二次元にハマってる友達が、はい、あんたは三次元で二次元のことをしてるみたいなことをすごい言われて、あーそうそう、それよ、すごい言われたんですよ、それ私ね、結構なんか画面から出てきた系みたいなこと言われることがあって、本から出てきたみたいな、だいたいこのさ、うん、エクステもさ、うん、だいたいこの差し色がね、ここほら、うん、これ差し色がすでにちょっと、うん、アニメを意識しています的な、してないものでしょ、じゃあこれもたまたまの秋だから、ちょっと本当はね、なんかちょっともうちょっと、ね、紅葉してんの、うん、紅葉してんの合わせたもみじ、合わせたのもうすぐ紅葉するからちょっと先取りして、あそう、うん、いや
何色にしようかなと思って、私前見たらびっくりしたんだけど、前の佐藤ジュリア特集の時もエクステつけてて、まあ、結構ね、うん、ロン毛率低いんだけど最近。てかあのジュリアさんエクステが好きな印象はある。でもあんま意外としてないんですよ、うん、で前の放送の時は、うん、私薄いピンクと薄い水色を入れてたんですよ。で結構ギャルっぽい感じになってて、うん、やってましたね。そういやね。でまあそういう系したしなと思って、次何入れようかな。で私黒髪が好きなんですけど、うん、この頭に黒髪入れたら完全ビジュアル系になるから。そうね。だから何しようかな。あ、秋だし赤にしようみたいな。あー、紅葉させる。紅葉にしてみた。紅葉させる。他に色入れる色ないしね。黒髪のエクステの時は白のメッシュ入れたこともあるし、まあまあ、まあまあまあ目立ちますしね、うん、で私昔はショッキングピンクのメッシュも入れたことあるんですよ。一部だけボソって。これショッキングピンクのメッシュってのはどうですか。あ、そうですか。うん、もうボソって一部だけにバーって入れたことがあって、ではあはあ、結構やったからもう次入れる色がないなと思って、あで、まあ、赤にしてみようかなと思って。冬だしね。まあ、まあ、秋だし、うん、冬だし、うん、冬だし、うん、なるほどね。いやでも本当にね、最近そうやって二次元、うん、あ、なんかいらっしゃってくださったソルスティシオさんかな、ありがとうございます。ありがとうございます。コメントをください。寂しいんですよ。ゲームショーにかぶっちゃってて人がなかなかいないということになっておりますんでね、うんうん、ゲストさんも何人か来てくださってるんで、はい、よかったらお名前入れていろいろチャットしてください。よろしくお願いいたします。ずっとよたよた話して、今日はこういうフリートークの回なのでね、たまにはいいかなって。佐藤ジュリア特集 1時間深夜のラジオ放送をやっているようなノリになってしまいました。今日は行こうと思って、はい、いやだから私本当最近ね、2次元でやるようなことを3次元でやってるよねっていう、うん、すごい言われるから、ちょっといろいろ不服なんですけど、しょうがないでしょだってさ、うん、何そのエクステつけて、うん、メッシュ入れて、うん、でストールドクロで、うん、こういうキャラいますよ前、まあ、あるね。お前はなんか画面から出てきたんか、ゴロゴロゴロってされたことあるでそれであれでしょ、あのピコピコハンマーとかをさ、ちょっとでかいやつ売ってるじゃない、うん、あピコピコハンマーとか番組の企画家とかで持つとさ、普通になんかあのモンハンでさハンマー持ってますみたいな人になるじゃないですか、うん、なるなるね。でも僕ね、モンハンで思い出した、はい、どれだけ、うん、かっこいい装備を、うん、こうでしようかって結構頑張った時があって、うん、なんでモンハンで？モンハンで、うんうんうん、でさモンハンって結局やってくと、強い装備をね、うんたくさん身につけていきたくなるんですよ、うん、まあね、うん、効率もいいしね。そうそうそう、うん、だけど、G 級まで行って、うん、これセカンド G の時本当にやったんですけど、うん、G 級まで行って、うん、かつ一人で一通りのことができるようになりますと、うんうんうん、ってなるとつまんなくなってくるの、うんうん、私そうゲームのとこを詰めていくなら、私効率中なんですけど、うなまるさん何中なんですか？装備中？どう、ね、縛りプレイ中出た出た、自分にすごいこう稼るタイプね。まずいプレイ大好き例えば、まあ、まあこれモンハンじゃなく、まあ、ドラクエなんだけど、うん、まず一周するじゃないですか。する、ね、普通に一周する、うん、で、その後にまずやるのが、武器や防具や道具や封印プレイ。あー、たまにいるね、そういうプレイする人。一切武器や初期装備で回るってやつですよね。ね、宝箱で拾ったものだけなんですよ、うん、でもねそれやるとつまらなくなっちゃうの結局、うん、でどうしてかっていうと、うん、はい、緑むらさきさんいらっしゃってください。はい、ありがとうございます。よかったらコメントください。でね、それをね、うん、こう例えばドラクエ4とかでやるでしょ、うん、で大体最強の武器とか、うん、伝説の武器防具みたいなのって、うん、あれなんだよ、宝箱から出てくるんだよ最終的にね、うん、そうあと、うん、その武器や防具を手に入れるクエストがもうフラグとして存在するんだよ、うん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 、だから後半になればなるほど別にどうでもよくなってくるわけ。確かに、ね、あんま行く機会なくなるよね。だ最初が一番面白いんですよ、うんうん、でつまらんなと
いうことになりまして、でじゃあどうするかっていうと、あのドラクエ4であのブライっていういましたね、おじいちゃん、おじいさんいたでしょ、うん、で前日曜クラブで話したかもしれないですけど、うん、そのブライってどう見ても、うん、ジェダイの騎士に見えるんですよ、スターウォーズの、うん、じゃん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 、そう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 、絶対ジェダイの騎士だブライはって思って、だからブライを最強のジェダイにするっていうプレイ、うん、キャラ変わってるし、だから何あの三河氏の服と威力の杖だけ装備させて、うんうん、ぶっちゃけさブライってさ超最後弱いもんね、そう使わなくなっちゃうんだよね、うん、だからもう三河氏の服と威力の杖だけ装備させるの、うんうんうん、であとなんとかの種とかさ命の木の実とかあるじゃない、うんうん、あのパラメーター上げるやつ、うんうんうん、あれを集めまくって、うんうん、ドーピングしまくってパラメーターを全部マックスまで上げるの、あれいつも私誰に振ろうかとかどれに振ろうかとか迷って結構溜め込んで使わないタイプだね、いやあれは全部ブライに使う、でそれであれあの種をこうやってプッてやると、うん、パラメーターが1から3の間で増えるんだよね、うんうんうん、でマックス3なんだよね、うんうん、で3が出なかったらその場でリセットですよ、ああなるほどね、でそれを永遠やり続けるという、なるほどね、そういうプレイをして、まずいプレイ、だからそんなさ話してるけど今日の趣旨忘れてるなと思って、あそうですね、すっかり忘れてました、今日の趣旨に戻っちゃいますかね、うん、じゃあ本当はその佐藤ジュリア特集をするにあたってですね、ここからまあちょうどね後半戦になるので、はい、私あんま好き嫌いないのね、はい、どちらかというとそうですね、食べ物に関しても何でもそうだけど、はいはい、その唯一嫌いなものとか嫌いなことを直していこうみたいなことをすごい言われたので、まあなんか直していこうぜって僕が言ったような体になってますが、うん、なんかね話をしてたら、うん、私これ嫌いって話になったんですよジュリアさんと、私でもさ私が嫌いってあんまなくない、言わないでしょあんまりね、人に対してもそんなないし、うんうんうん、別にまあ好き嫌いがこう食べ物にもあんまりなくて人にもあんまりないっていうのはいいことですよ、うん、ただ本当に唯一私本当に食べたら、はい、もう今日は放送事故になると思ってるんですけど正直、はいはい、あ、来てくださいました。デビット、デビックさんかな。ありがとうございます。はい、よかったコメントください。いや本当に今日はもう放送事故になると思ってるんですけど、シソが、シソ、シソが本当に嫌いで、シソね。うん。もう何があってももう本当に嫌なの。ちょっとあのっっ、ね、さっきのスーパーでひどいの、ま、スーパーでシソを買ってまいりまして、丸まま来たの丸まま。まあ私ちょっと匂いだけで本当に嫌なの。匂いあるかいこれ。あのじゃあのお刺身とかでイカとかの下に引いてあるだけでもう本当にイカがちょっとうってなるぐらい嫌いなの。私絶対今日いやだー、いや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 、もう喋らないでその口で。うんうまい。いやだー、もうシソ臭い、もうやめて、もうやだー。いやいや、まあシソ単品で食べると匂いきついんでね。もう今こっち向いて喋んないでください。あれだじゃん、これあの愛知県産のオーガニックシソだって。臭い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 よ、嫌だ嫌だ、臭い臭い。佐藤ジュリア初めてカメラから見切れたっていう。本当に臭いわ。私さ、もう私どんだけ大好きな人でもシソ食べた後にチューとか絶対されたくない。臭いよ。いやこれオーガニックだからね。臭い、あーもう臭い。そんなですか、吐きそう。そんなですかジュリアさん。うわ臭い、あー臭い。こんなね自前の手鏡なんか持ち出して、あーもう涙出てきた。あーもう本当にこれやらせじゃなくて本当に。マジですか、そんなですか。臭いよ。それでほらそんな佐藤、はい、すいません、佐藤ジュリアが初めて画面から見切れる回になってしまいまして、大変申し訳ございません。放送事故ギリギリなのかもしれませんが、くざいよ。そんな、あー涙出てきた。
あのさ、あえて遠目に置いておこう。いやもうなんか今その匂いよりうなまるさんが臭いんだけど。うなまるさん臭い。そりゃシソ食ったからね。うーつらい、超つらい今日。今までの仕事の中で一番つらい。おもろい。涙が止まらない。もうつらい。マジっすか。じゃあとりあえずお水とか飲めばいいじゃないですか。いや私が飲むんじゃなくてうなまるさんが臭いの。うー涙が止まんない。あーダメだ、私が泣くってよっぽどですよ。あーひどい。でね、うん、一応そんな、うん、すいません本当に。そんなジュリアさんにね、うんうん、辛い。まあ言うても香草なんで、香草系がまあ若干苦手なんですよね私、うん、ゴマの葉とかもあんま好きじゃないし、パクチーもあんまり、うん、セロリ、セロリ、あセロリもあんまり好きじゃないな。食べれるけどセロリは、うんまあね、うんでもあんま好きじゃないですね。でまあ香草なんでね、まあ全然僕シソとか全然平気なんですけど、うん、これ一枚そのままパクって食べちゃうと、うん、やっぱり無理無理絶対に、まあ、匂いは強いんですよね。倒れちゃうわ普通の人でもね、うん、なのでちょっと今回はね、そうならないように、これ何？サバ缶。猫か。そしてこれおっさんだ。サンマ缶。うん、辛い。この2つをね同時に凍ってきたんで、うん、まあくるんで食べると美味しいんじゃないのかなと思いまして。無理。ちょっとサバと味噌どっちがいいですか。サバとサンマどっちが好きですか、ジュリアさん。これ味噌の方がまだ混ざって味がしなくなりそう。あじゃあさ、これ普通にサバの味噌に食えばいいじゃん。あー辛い。それは好き。あサンマは、サンマも好き。だから好き嫌いないから本当に。あまあね、うん、これあー本当もう今までの仕事で本当辛い。あー辛い。臭い。うなまるさんが臭い。うんい。じゃあまあまあこれまあ開けましたけど、ね、はい食べる。とりあえずこれを食えばいいじゃないか。うん、お腹すいたんでもらえます。いただきまーす、はいはい。あー臭いけど、あ猫の匂いがする。猫飼ってたの思い出した、うん、全然これは好きです、ね。まあ、これ全然いいでしょ。すいませんね。あ美味しい。ねこれ美味しい。ご飯くれご飯。まあ、これは白いご飯炊いて、これは平気でしょ。おいしい。でもむしろおいしい。ジュリアさん的にはさ、うん、白いご飯で食べたいね。うん、いろいろあるのね。そう、いろいろあるんですよ、いろいろ、うん、で、私結構こういうなんか煮物系好きなんですよ。酒飲みじゃないけど。で、これサンマね、うん、これは何、昆布と醤油の、あこれこれ、いい、これちょっと高いやつです。あ本当高級なんですか。400円ぐらいしたやつですこれ。昨日も赤坂でね、なんかね、サバのね、うん、焼き定食食べて超美味しかった、うん、だからどうしたって感じですけどね。食べよう。グルメ番組来ないかな。あー美味しい。あー白ご飯食べたい。お腹すいた。これどうなんですか、風味とかあるんですか。あでも私ね、そっちのサバの味噌缶の方が美味しい、うん、なるほど。まあまあ、うん、じゃあちょっとね、猫になった気分で。私猫缶食べたことあるの、猫飼ってる時。へえ、猫缶はどうなの。結構美味しかったよ。あそう、うん、まあね、うちの大好きな昔ね、メインクーンっていう超黒、真っ黒の大きい可愛いメインクーンの猫飼ってたことあって、うん、大好きだったんで、その子のことが。その子とよく一緒に同じご飯食べてました、うん、これ美味しいですね。味が染みてて、うん、うん、程よい風味が、うん、お酒飲みたい。お酒飲みたいって言ったら実はあるんだよ。じゃじゃーん、うん、これはね、ほらタンタカタン、シソね。これね、実はね、私シソ嫌いって言いながらね、サンマ美味しいじゃないですか。シソ嫌いって言いながら飲めるんですよ、これ。なんでか、なんでわかんないんですよ。別に飲みたいとは思わないんだけど、うん、タンタカタンね、飲めるんですよ。シソ嫌いだからっていうので、これ多分選んだんだと思うけど。あ
でもシソの匂いしなくない？だって私多分シソの匂いがダメなんだと思うんですよね。シソってさ、うん、塩漬けとかするとあれになりませんか？あの赤くなってさ、うん、塩漬けとかするやつあるでしょ？ゆかりとか？そうの芝漬けとかのシソが、シソがいいのか、うん、あるいはこの何にもこのフレッシュな状態のシソが苦手なのかっていうのってないの？いやだからなんせね、シソ風味がダメだから、シソドレッシングとかもダメだし、青じそオイルとかあるじゃん。無理無理無理。だから多分匂いがダメなんだと思うんですよ。まあ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 。はい。バーイ。もうなんかやばいねこれ。なんか味噌煮とかさ、サンマとか入れながらさ、タンタカタン飲むって、これただのさ居酒屋の飲み屋になって、飲み屋の親父が管巻いて喋ってみたい。これキャップある？キャップある？あ、キャップありますよ。え、水いりますか？ロックで飲んじゃう？まあ氷入っちゃってんでね、まあロックでね。ロックで飲むの？うん。ほんとおっさんの番組になってるねこれね、飲み屋の。私ねもうこれ全然しそ、しそのタンタカタン。じゃあすいません、あの お疲れ様です。何これ、何この番組。何この番組。うん、そう全然飲めるんですよ私これ。なんでだろうね。美味しいじゃないですか、普通じゃないですか。そう、なんでこれしその味しないよね。しないね。でもこれしそで作ってるんでしょ。うん、こう後からこうふんわりと。いやでもね、アルコール、アルコール分 20% なんで、それなりに結構。いやいや、の飲みやすいですよタンタカタン。でも私本当にタンタカタン言えてないわ。タンタカタン、タンタカタン全然飲めるんですよ。うん、これ全然で多分あのサバ味噌煮とかね、うん、サンマ缶とか、サンマのサンマの小口みたいなやつが美味しい。違う番組になってんねこれね。おっさんがお酒飲みながら酒のつまみで味噌缶食べてる。めちゃめちゃだな、ね、今日。これをねやると美味しい美味しい。例えばこれ、まあサンマの、まあ、サンマ缶を美味しい、まあ、あのこのように、シソにこしましてね、うん、いやいやでかすぎる。ジュリアさん言っとくけどこれうまいよ、はっきり言っとくと。私これでいい。これじゃあ、じゃあ、じゃあこれで、うん、うん、おいしい。うまいやんこれ。おいしい、うん、やばいねこれ。なんか違う番組になってすいません、カメラの前の皆さんも。なんか酒飲みが2人で酔っ払ってるみたいになってるけどね。うん、あーおいしい。タクタカタンもいいから、あれ、ちょっと水、あれですよね、カメラさん、あれですよね、うん、あの今多分このサバの味噌煮とかさ、あのサンマの、うなめるさん臭い。うるさい。臭い。あの、うなめるさんが臭いよ。サンマのなんか煮しめとかにシソを乗っけて食べるのうまいっすよね。うまいっすよねこれ。ほら。うわー、もう臭いよ、うなめるさん。もう絶対近寄んないで今日。うー臭い。あー臭い臭い臭い。わかった。わかった。あのね。臭いよ。つらい。あの言っとくけど、うん、このサバの味噌煮であるとか、うん、このサンマね、うん、にこのサバとかをこう、うん、シソにピュッて乗っけてパクって食べると非常に美味しいんだよ、うん、あのサバ好きとかそのシソに全く抵抗のない人と、あとあれね、どちらかっていうと焼酎派の人とかはね非常に良いねおつまみになるので、うん、まあ、そういう人たちはそういう人たちで楽しんどいてください、うん、だからまあちょっとこれでもさ、まあ、これサバの味噌煮とかも、うん、まあこう、まあ、ちょっとあー臭いよ、うなまるさん今日もや。じゃあ僕のせいじゃないじゃんこれは。でこうこうさ、あー臭い。こうこのあのシソをね、まあ、あのこのようにして、うん、で食べると。食べてて勝手に。うん、うまいこれ。いやーもう本当に嫌だ。風味が立つじゃないですか。いやー臭い。じゃあなんかさ、結構さブルーチーズ嫌いとかいるじゃん、匂いがきついとかね、うんうん、あと全然ブルーチーズも食べれるし、うん、むしろ美味しい。あー臭い。美味しいなと思うんだけど、うん、臭い。ほらブルーチーズの話しなさい。もうねちょっとね辛い。臭いよ。なんでダメな
んだろうね、私これ本当に。独特の匂いがダメなの？わかんない、本当にシソだけダメなんですよ、うん、私多分ねきっとなんかね、シソの墓なんかにね埋まって窒息死したんじゃないかなと思う、うん、前世多分なんか、あ、そう多分そうだと思う、なんかシソの葉とかに埋もれて窒息して死んじゃったんだと思う、もうそれぐらい本当多分なんか前世がなんかあるんだと思う、前世がうん、なんかにあるんだと思う、シソが。水割りにしてみますけど、あ、臭いわー、うなまるさん辛い、そんな辛い、わあ、もう臭い、でも別に僕悪くないぜこれ、あ、臭い悪いのは強いて言えば、あ、臭い、うん、強いて言えばこれは佐藤ジュリアの思想のに対しての反応の問題であって、我々は普通にあのタンタカタンと、あとあのサバの味噌煮とね、あのサンマのあの昆布醤油味で漬けたサンマがうまいっていう、タンタカタンも美味しいしね、うまいと言っているだけであって、だってあれじゃん、あの何あれとか、あれとかダメなん、何こうなんつうの、イカのお刺身とかもさ、シソとか上に乗ってたりするじゃないですか、軍艦巻きとかさ、本当に嫌なの、イカが食べれなくなるぐらい嫌、あら、そう、まあ我慢できるよそれぐらいだったら、まだイカの下に引いてあるやつで、うん、イカの味するから、うんうん、やっぱ嫌だけど、うん、まだ我慢できるレベル、あの蜂蜜じゃない、何、梅干し梅干しとかもこうしそと一緒に漬けてある梅干しとかあるじゃないですか、あるね、ここ梅干し、あ、まあまああの梅干しがいた、まあ、あの紀州さんの蜂蜜梅っていう梅干しがあるんですけど、でも私結構梅干しもね、食べれる梅とね食べれない梅がいるの、これは大丈夫なの、梅酒好きだしね私、まあ梅酒はわかるよ、うん、でこれは大丈夫なの、これ、あ、まあ、わかんないよ、いや、これ美味しそうじゃないですか、匂いがいいね、あ、でもなんか梅酒の匂いがするからまだ大丈夫、ちょっと行ってみる、これいけんじゃない、これ克服したらいいよね今日は、ダメ、よくないと思う今日これ食べたら私克服したんじゃねって気に OK じゃない、この番組、いや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 いこれは美味しそうじゃん。蜂蜜梅だから若干甘いよ、これね。これはどうすか？あ、酸っぱ。あ、酸っぱ。うん、酸っぱい。まあ、梅干しは酸っぱいもんよ。でも、食べれる。だこれは食わず嫌いの世界でしょ？で、この後サバ缶食べると美味しいよ、これ。酸っぱい。合うよ。でもやっぱ。何いや、まあ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 、うわ、酸っぱい、まあ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 、でも食べれるレベルだった。だこれ梅干しなんかもこうね、焼酎派からするととっても、うん、とっても美味しいものじゃない。ダメだ、このサバの煮込みで口直ししよう。まあちょっとどうですか、結構美味しいでしょ多分、好きな人にしたら。それはあ、これね、あげる、甘い、もうそれ持って帰って。やっぱこう蜂蜜漬けなんでね、あの蜂蜜の風味がすごいするんで、うん、普通の梅干しに比べると甘くてね、うん、まろやかですよこれ。じゃあそれ持って帰ってご飯に食べなよ、うん、うんうん、美味しいっすわ。あ、美味しい。だからさ、うん、蜂蜜とかじゃなくてシソなんだって。うん、うん、シソ無理だね本当に見たでしょ私がこんだけ拒否るって。ないよ多分。意外でしたよ、うん、本当涙出たからね。そんなだよ。そんな臭かったもん、うなまるさん。うなまるさんが臭かった。うなまるさんが超臭かったの。うなまるさんが
じゃあ、シソ食ったらそら風味はすらーね。ああ、タンタカタン美味しいね、でもね。酔っ払うんだろうね。いや、だからさ。酔っ払うぞ。だからこれは。酔っ払うぞ。めっちゃ笑われてる。酔ってないよ、まだ酔ってないよ、まだ酔ってないよ。なんかもう酒に逃げてるようにしか見えないんですけれど。あ、克服したよ。だってタンタカタンはシソのお酒なのに、私こんなに飲めるんだもん。いや、まあね。タンタカタンにこれを入れるっていうのはどうよ。そんなことしなくていいよ、タンタカタン。いや、タンタカタン美味しいのに。このようにちょっと入れることによってちょっと風味みたいの出ません？こういう、いらないよそんな風味、そのタンタカタンのも。だってさ、味違うくない？タンタカタンと。どうなった？あー、微妙？あのね、うん、これ微妙な顔だね。シソ焼酎なのにシソを入れたら微妙になるぞーみたいな。エキスが出るよ。出なくていいよ。これでもこれよりは、生食いよりは大丈夫だよ。直食いよりいける。やだよ。じゃあ それちょっとだけに、ちょっと貸して。ちょあの、エキス潰さなくていいし、潰さなくていいよ。エキスを出すんでしょ、こういうのは。出なくていいよ。もう放送事故になったら。あ、でも匂いはしないですね。でもね、今ね、自分でね、カメラ見ながら、すごい猫の瞳孔開いてる子みたいになってた、今。あ、これでも。騙された。違う。だから、エキスは出るって言ったじゃんか。騙してはないぞ。騙されたよ。ひどいよ、それは。エキスどころじゃないよ。シソ生食いしてんのとあんま変わんないよ。違う、口に入ってないじゃない。うわ、すげえ、ここまで泣いてるの初めて見た。気持ち悪いよ。あ、無理。いや、全然。本当ダメです。あー、ひどい。本当ですか？今日画面超汚くてすいません。ひどいわ。私、今日の私ひどい。え、もうちょっとそんなん言うんだったらさ、うなまるさん今度さ、うん、ちょっと何嫌い？特にない。ずるくないその言い方。ね、食わず嫌いはあるよ。何？干し柿、干し芋とかね、乾物系は好んでは食べない、うん、今度持ってくる。今度持ってくるから。いやー、でも食わず嫌いはずるいよね。食べてダメじゃなくない？え、だってあれだもん、あの、あ、気持ち悪い。僕がその干し柿や干し芋とか、あと何、レーズンとか美味しいじゃん。苦手なのは、苦手っていうか好まないのは、うん、あれだもん、あの、納得がいかないんだもん。なんで？だってさ、あ、気持ち悪い。ドライカレーの上になんでレーズンが乗ってるのかっていう、お前だけ、お前だけなんでこんなところにね、ノーノーとね、デジャバってくるのかと、うん、ね、そのお米と野菜とお肉がね、調和している中に、なんだお前はっていうのない？あんまりない。あのさ、法事の時とかにさ、たまに会う、あの、厚かましい親戚のおばちゃんみたいな感じでね、すごい納得いかねえんだよ。例えが。余計なこと言いやがって。それだったら私、そのドライカレーのレーズンより、うん、酢豚に入ってるパイナップルの方が嫌だ。だから、それも、あの、それも、基本的には納得いってないの。うん、え、でも食べれないもの、うなまるさん嫌いなものってないの？食べ物以外でも。これ無理とか。こう、レバー。よし、今度レバー刺し食べよう。いや、レバーは厳しいのと、レバー美味しいもん。
あと、これをね食ってね、いやこれはちょっとごめんなさいと思ったのは、サメの心臓とかね。そんなの食べたことない。でもレバーみたいなもんだよね、ハツとかだったら多分、うん、あとこれもごめんなさいと思ったのは、ウーパールーパーね。食べたの？そういうお店あるのよ、なんかいろいろビジエ料理っていろいろ食べさせてくれる、獣肉をいろいろ食べさせてくれる。まあでも私獣肉とかだったら結構食べれるかも。この間のさアイドルの子たちが3人出たあの、ああ前回ね、前回ね特集の時もさ、カエル食べたっていう話で盛り上がってたけど、多分そういうのは平気かも。虫とかは絶対嫌だけど、ザザ虫は？いやーやだー。ああ私あったあったあった、あのシソの次ぐらいに嫌いなの虫だから、虫は無理だわ。それは何、絵面の問題でしょ。虫は絵面の問題、それは分かるわ。音音音、え何音って、チチチチチチチって、それはさすごい笑う。誰もさ誰もコオロギを息作りしろとは誰も言わないし、うん、笑われちゃった。例えば何キングオブゲテモノみたいな食料で、うん、タガメとかいるよ。うわー怖いわ。でもさ好んで食うものではないでしょ。あのさ虫の何が嫌なのって、腹筋具合が無理なの。腹筋具合、え今おかしいこと言ったなんか虫って腹筋にあるじゃん、この辺に。あーわうんうんうん、あれが無理なのよ。あとさ骨格ないからね、すぐさ足取れるじゃん。うん、あれが無理。イナゴは、あ無理無理無理。イナゴほら佃煮あるじゃん。無理だわ。もう私の今日の絵面汚い、今カメラ見ながらやってるの汚いな。でも私クモとか平気だもん。だからクモとかちっちゃいクモとかお家で出たら、あ可愛いなと思って。でもさ、うん、昆虫に比べてさクモはさプラス2本なんだよ足。あでもでも平気なのクモは。プラス2本で目も8つとかあるんだよあれ。多分大丈夫。お家に軍曹さんとかいないけど、ちょっと軍曹さんとか飼いたいもん、うん、ゴキブリ倒してくれるんでしょあの人たち。そう飼いたい。クモ全然平気です。あとかミミズとかも結構平気。じゃああれか、あれしよう、ん、あのハチの子とか、うん、なんかカブトムシの幼虫的なのも佃煮とかあるじゃないですか。もういいよそういう食べ物の話は。もうそれをシソにくるんで。嫌だよ私死んじゃうよ多分そんなことされたら。アナフィキらしいショックみたいの出ますからね。いや本当死ぬよ私絶対、自信あるよ。死ぬ自信があるだってこれうなまるさんが食べたシソの匂いで今気絶しそうだったのに。だから僕は悪くないですからね普通にこのちょっと高いサンマの缶詰、美味しかったよ。サンマの缶詰にシソを、うん、その香草漬けというかね、香り漬けにくるんでパクって食べただけなんで普通なんですよ、うん、我々。だから僕と、うん、カメラマンの田中さんからすると、うん、シソとこの何サンマとかサバにねくるんで食べるのは酒の魚のしてはとしては美味しいものの部類なんですよ。美味しいよこれ。でもスタンタカタンもでもそんなん言ってる間にうなまるさんあと2分ぐらいになったんだけど。そうですよ今日ひどい回だね。いや違うのひどい回だねって私に同意を求めるのはやめてくださいひどい回だったもん。僕と田中さんは普通に、うん、タンタカタンを飲んで、うん、これなんかちょっとサバ缶とか、うん、サンマ缶とかこうおつまみをくるんで食べて話しただけなんですよ、うん、もうこの匂いが届かないのが本当に残念で、匂い届かないって普通だからね。なんかこうなんていうのかな、世の中科学が発達しているけれども私は画面から匂いが出る機能が早く発達してほしいなと。でも科学がいくら発達してもこのシソの香りっていうのはなくならないっていうことは多分世の中シソが好きな人が多いっていうことなんだよもうやだよ。もう全然嫌じゃない。まとめてもう私酔っ払ってないからね何そのまとめるのをもうできないほど思想がダメですか。もうねもう今日無理。もう私すごい今日もう今年一年一番大打撃だったもん。そんなかい。うんもうやだ。
もう日曜クラブやだやだじゃないだろ、しそがやなんでしょ、もうやだ日曜クラブやだということで皆さん、佐藤ジュリアの弱点はしそでございますので、何か佐藤ジュリアに、プレゼント等々ある場合は、ぜひしそをね、送っていただければと思いますので、はい、それでは、次回の放送は10月の第2週日曜日になりますので、はい、ぜひぜひ福祉トーク週です、リッチトークさんたちが来ます、はい、楽しみにしててください、バイバイ、はい、ひどい今日、全然ひどくない、全くひどくない